はい、皆様こんにちは、こんばんは。てるてる百貨店、てるかいざーです。はい、今日はね、コンビニ行ったらね、まあ、たまたまこちらの方が大量に入荷されていたので、こちらをね、レビューしようかなと思って買ってきました。何かというと、シールウェハースなんですけど、これね、ハンターハンターになりますね。ボル4という形でね、もうすでに、出ているものだと思うんですけど、まあ、それのね、ボル4がね、大量に入荷していたので、まあ、こちら買ってきましたという感じですね。店頭で見た感じだとね、パッケージのラベルはこちらですね。こちらの2つが、店頭に並んでおりましたという感じですね。はい。どちらともね、ボル4になってますね。で、まあ、どちらでもいいんですけどね、こちらにありますけどね、全部でシールは、全29種類プラスシークレット1種類というふうに書いております。上の方からね、ゴン、キルアというところからね、始まりまして、最後にね、シークレットという形で書いてあります。シークレットがね、ナンバー30になっておりますね。それ、まあ内容的にはね、その下のところにね、まあいろいろランクが書いてありますという感じですね。はい。これ対象年齢はね、6歳以上というふうに書いてありますんでね。これゾルディックレアの収録と書いてありますね。エンボス加工っていうのも書いてあります。じゃあこちらね、じゃあ早速ね、開けていきたいと思うんですけど、まあ、そんなにね、大量に購入してきてもしょうがないんでね、まあ、どういうものなのかというのをね、まあ、開けてね、ご紹介できればと思いましたので、まあ、基本的にはね、5枚だけ買ってきましたという感じになっております。じゃあこちらのね、柄の方からね、開けていきたいと思います。はい。じゃあ、1枚目ですね。シールはね、最近ね、ビックリマンとかだとね、そのまま入ってるんですけどね。こんな感じでね、袋に入っております。はい。これもね、開けちゃいますかね。まあ、ちょっと私の場合はね、シールブックがあるんでね、こちらのビニールも開けさせていただきます。はい、1枚目がこちらになっております。キラキラと光った、ものになってまして、こちらはね、HH4 の30になりますね。これはね、ヤバ引きですね。HH4 の、30はね、これシークレットですね。こちらにね、書いたんですけど、一番下のね、30番はね、これシークレットって書いてあります。ちょっといきなりネタバレになっちゃいましたけど、こちらが、ね、シークレットのシールになっております。キラキラしたね、加工になっております。で、裏は、この先お兄ちゃんはずっと一緒だというふうにね、こちらの柄になっております。ちょっといきなりね、レア当たっちゃったんでね、ここら辺に置いときますかね。はい。じゃ続きましてね、これね、できればね、ゴンとね、キルはね、揃えたいですけどね、いきなりちょっとレア一発目で引くと思わなかったんでね。うん、結構デフォルメされたね、シールの柄になってるみたいですね。はい、続きましてこちらはね、ナンバー16番ですね。はい、レアになってますね。こちらになっております。はい、キルアとヒソカという感じでね、こちらのシールになっております。こちらはね、普通のレアなんでね、まあ光ってはいますけど、そこまではね、加工されてないシールになっております。はい、どんどん上げていきたいと思います。結構ね、うちの近くのコンビニはね、これ一つはね、箱を開けてありましたけど、もう一つはね、あの箱を開けないでね、そのまま箱ごと、売ってましたね。だから多分ね、ボックス買いする人もいるんじゃないかなと思うんですね。これナンバー06ですね。これもレアですね。はい、こちらの柄になっております。はい、これゼノっていう形ですね。はい、まあ、できればね、これね、ゴンが当たって最後締めたいですけどね。はい、なんかね、またね、面白いのが当たりましたね。はい、続きましてこれね、ゼブロって書いてありますね。これナンバー05ですね。はい、こちらになっております。ゼブロというふうになってますね。はい、こちらになっております。裏はね、裏地はみんなこの黒いね、台紙になってるみたいですね。
はい、じゃあ最後ですね、05番になります。はい、あ、これはね、今日なんかね、冒頭でね、いきなりね、レア当たっちゃっただけあってね、今日は有言実行になったかなと思います。はい、こちらゴンが当たっております。ただね、ナンバー、シールのナンバー的にはね、ノーマルですね。はい、01番のノーマルになります。はい、こんな感じですね。ノーマルなんでね、まあ、キラキラ感は少ないですけど、こういう柄になっております。はい、裏側ね、ナンバー01ゴンという形で当たっております。今日はね、当たり的にはこちらでレアが当たったんでね、30番のレアから始まって、最終的に、01番のね、このカードナンバー01番が当たったという柄になっております。じゃあちょっとこちらね、並べていきますかね。はい、こちらが、01番と、30番のレアとね、ノーマルですけどゴンが当たってますと。あとはね、それ以外ね、こんな感じで、レアのシールが当たっておりますという結果になりました。はい、こちらね、皆さんもね、まあ、ビックリマンシールではないんですけど、まあいろいろね、最近シールも出ていてね、こんな感じで、コレクターのね、心をくすぐるものいっぱい売ってるんでね、よろしければ、ね、購入してみたらどうかなと思います。はい、以上となります。こんな感じでね、もし面白いもの見つけた場合はね、買ってきて開封レビューやっておりますので、よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。またこの動画良ければね、高評価お願いいたします。こんな感じでいろいろやっておりますんでね、よろしければ引き続きご視聴いただければと思っております。はい、今日はこちらね、ハンターハンターの、シールウェハースを、5個だけ買ってきましたという、開封レビューになりました。以上となります。ご視聴ありがとうございました。てるてる百貨店てるかいざーでした。バイバイ。